平野翔のファッションセンスに迫る。NHK アンダーラインミュージサキポー2024でのスタイリングを徹底解剖。平野翔その名前に聞き覚えがない人は、もはや存在しないのではないだろうか。ナンバーアイのメンバーとして、アイドル界のトップを走り続ける彼は、その圧倒的なパフォーマンス力と爽やかな笑顔で、多くのファンを魅了している。しかし、彼の魅力はそれだけではない。 実は、平野翔は、ファッションセンスでも注目を集めている。近年、平野翔が着用するアイテムは、瞬く間に話題となり、SNS 上で、ハッシュタグ平野章子で、というハッシュタグとともに、多くのファンが彼の着こなしを参考にしている。彼のファッションは、決して奇抜なものではなく、むしろシンプルで着こなしやすく、それでいてどこか洗練された雰囲気を漂わせる。まさに、 誰でも真似できるのに、どこか特別感がある、そんな魅力的なスタイルだ。そんな平野翔が、2024年の NHK アンダーラインミュージサーキポーに出演した際も、彼のファッションセンスは光っていた。今回は、そのスタイリングを徹底解剖し、平野翔のファッションへのこだわりを探っていく。まず目を引いたのは、セイント MXXXXXX のブラック T シャツだ。このブランドは、 レディーメイドのデザイナー細川優太と、ロサンゼルスを拠点にマルチビジュアルアーティストとして活動するコルソンヒル・デウィットが手掛ける、新たなコンセプトレーベルだ。セイント MXXXXXX のアイテムは、ヴィンテージ感を追求したデザインが特徴で、縫製から加工、仕上げに至るまで、細部にまでこだわり抜かれている。平野翔が着用していた SSTE イデオ,オギカは、シンプルなデザインながら、 胸元にはブランドロゴがプリントされており、さりげないアクセントになっている。平野翔は、この T シャツに、同じくブラックのサイドジップビッグポケットワイドパンツを合わせた。このパンツは、シンプルなデザインながら、サイドにジップと大きなポケットが配されており、トレンド感と実用性を兼ね備えている。また、ワイドシルエットなので、足長効果も期待できる。平野翔はこのパンツについて、紙シルエット。 めちゃくちゃ足長効果もあるし、どんなトップスにも合わせやすいからヘビロテ中、とコメントしている。確かに、このパンツは、カジュアルな T シャツから、シャツやブラウスまで、幅広いトップスと合わせることができ、どんなスタイルにも馴染む汎用性の高いアイテムと言えるだろう。さらに、平野翔は、このパンツについて、聖地がめちゃくちゃ柔らかくて履き心地がいいのもポイント。長時間履いていても疲れないから、 お出かけにもぴっったりなんだよねと語っている平野翔が着用していたサイドジップビッグポケットワイドパンツは素材にもこだわりが見られる。柔らかく肌触りの良い聖地は長時間履いていても快適な履き心地を提供してくれる。これは平野翔が普段から快適さを重視したファッションを好むことを物語っている。平野翔はこの日のスタイリングについて今回はシンプルだけど。 ちょっっとモードな雰囲気を出したかったかんだだから、セイント MXXXXXX の T シャツを選んでみた。それに、このパンツは、シルエットが綺麗で、足長効果もあるから、すごくお気に入りなんだ、と語っている。彼の言葉からもわかるように、平野翔は、単に流行を追うのではなく、自分のスタイルに合ったアイテムを選び、着こなしを楽しんでいることがわかる。彼のファッションは、 常にトレンドを意識しながらも、自分らしさを忘れない、そんなバランス感覚の良さが光っている。今回のスタイリングにおいても、平野翔は、自身のファッションに対するこだわりを表現していた。それは、単に高価なブランドアイテムを身につけることではなく、自分の体型や個性に合ったアイテムをセレクトし、着こなしを楽しむこと。そして、快適さを追求し、自信を持って着こなすこと。 平野章のファッションはまさにその象徴と言えるだろう。平野章のファッションは多くのファンにとって憧れの存在であることは間違いない。彼のスタイリングを参考に自分自身のファッションをもっと楽しんでみてはどうだろうか。彼のファッションから自分自身のスタイルを見つけるヒントを得ることができるかもしれない。しかし平野章のファッションは単なる流行の追いかけっこではない。そこには 彼が大切にしている自分らしさと快適さという普遍的な価値観が根底にある。平野翔のファッションを通して自分自身のスタイルや価値観を見つめ直すきっかけを得ることができれば、それは素晴らしいことではないだろうか。平野翔のファッションは常に進化を続けている。彼が今後どのようなファッションで私たちを魅了してくれるのか期待せずに入られない。あなたは、 平野翔のファッションをどのように感じますか彼のファッションからどんな影響を受けましたかぜひ、あなたの意見を聞かせてください。平野翔のファッションに対する興味は、彼の着用アイテムに対する関心だけにとどまらない。ファンたちは、彼がどんな思いでその服を選んでいるのか、どんな着こなし方を考えているのか、さらには普段の私服まで、あらゆることに興味を持っている。 彼のファッションに対する熱心な眼差しは、単なる流行を追いかけるだけでなく、彼自身の生き方や価値観を反映した、奥深い興味へとつながっている。平野翔は、ファッションを通じて、自分自身を表現し、ファンとの距離を縮めている。彼のファッションは、彼の内面を映し出す鏡であり、ファンはそこから彼の魅力や人間性を垣間見ることができる。例えば、平野翔は、以前インタビューで、 服を選ぶときは、自分が着ていて気持ちいいかどうかが一番大切と語っていた。これは、彼が単に流行やブランドに流されることなく、自分の感覚を大切にして服を選んでいることを示している。また、彼は、ファッションは自分を表現する一つの手段とも語っており、服を通じて、自分の個性や魅力を表現したいと考えている。彼のファッションに対する真摯な姿勢は、ファンにも伝わっており、 彼の着こなしを参考に、自分自身のスタイルを探求する人が多くいる。しかし、彼のファッションへのこだわりは、決して自己満足に終わるものではない。平野翔は、自身のファッションが、ファンに少しでも良い影響を与えられたらと願っている。彼は、自身のファッションを通して、ファンに、自分を好きになること、自信を持つことの大切さを伝えたいと考えている。彼のファッションは、まさに、 自分を好きになるためのファッションであり、そのメッセージは多くのファンに共感されている。平野翔のファッションは、単なるファッションを超え、ファンとのつながりを生み出す力を持っている。それは、彼のファッションに対する真摯な姿勢と、ファンへの愛情によって実現している。平野翔のファッションに対する熱意は、彼の生き要素のものを表している。彼は、ファッションを通じて、自分自身を表現し、 ファンとつながり、そして世界にメッセージを発信している。彼のファッションは、これからも進化し続けるだろう。そして、その進化は、彼の成長と、ファンとのつながりをより深めていくことだろう。平野翔のファッションは、私たちに、自分らしさの大切さを教えてくれる。それは、流行に流されることなく、自分の価値観に基づいて選択し、自信を持って表現すること。 平野翔のファッションは単なる流行の追いかけっこではなく自分自身を見つめ直し成長するための大切なヒントを与えてくれる。あなたは平野翔のファッションからどんなメッセージを受け取りますか彼が次のステージでどんなファッションを見せてくれるのか期待せずにはいられない。